はい、どうも、動画です。今回こちらですね、BBM 横浜 DeNA ベイスターズベースボールカード2018、こちらをワンボックス買ってきたので、その開封をしたいと思います。まあ、いつもはパック買いなんですけど、さすがに前回のロッテ、まあ、凝りましたね。これ、ちょっと凝りて、はい、今回は、普通にボックス買ってきました。はい。まあ、パック買いに関しては、まあ、BBM のファーストとかセカンドとか、そっちは買っていこうかなと思ってます。これからもね。はい。ラインナップはこんな感じですか。まあ、狙いはファントムとか。まあ、サインはできれば主力どころが欲しいところですね。あとはルーキーとかね。はい。それじゃあ早速開けていきましょう。横浜は今2位ですね。はい。セ・リーグは結構団子状態だったんですけど、若干広島が抜けてたって感じですかね。うん。ちょっとね。はい。今年のレギュラーカードはこんな感じですか。画面はこんな感じですね。チェックリスト。田中選手、狩野選手、嶺井選手、楠本選手。平田選手、中川選手。細川選手、寺田選手、石田選手、はい、帰ってきて、はい、インサートですね、レフトハンデッドスターテスト、ルーキー東選手ですね、はい。先発が今いないんだよな、石田、ウィーランド、浜口ってのが今いないですね、確か。将軍、葛西選手、飯塚選手、坂口選手、三上選手、京山選手ですね、はい、活躍してます。はい、ダブルエース、山崎選手と真中選手ですね。佐野選手、斉藤選手、お、はい、来ました、サイン。ウィーランド、早いな。ウィーランド来ましたね。はい。50の46です。ウィーランド、これは、まあ、外国選手は結構そこそこいいかな。早い、早いぞ。井上選手、中継ぎになってますね、今、平良選手。お、ちょっと早すぎてびっくりしたぜ。 はい、ラミレス監督。あれ？これ3-1なんですかね。福地選手、田中選手、宮本選手、桑原選手、インサート、かっちょいいな、このインサート。ブルーフレーム、桑原選手ですね。はい。西森選手、ゴメス、後藤選手、京山選手、今永選手、野川選手、今永選手と。ラミネス監督、飛ばした選手、宮本選手、新加入、宮本選手ですね。はい、外選手、東選手。熊原選手か。はい。国
よし選手、白崎選手で、キララとスターム、倉本選手と桑原選手と、お、倉本選手のブルーフレームですね。やっぱかっこいいなこれ。はい、白根選手、三島選手、バリオス選手、はい、ダブルエース、佐野選手、加賀選手、宮崎選手、梶谷選手、細川選手、伊能選手、倉本選手、荒波選手、酒井選手、大河選手、荒波選手、今永選手、外選手、三上選手、モセ選手、ロペス選手、筒香選手、倉本選手、柴田選手、バリオス選手、はい、ロペス選手、白根選手、三島選手、野選手、平選手、そしてカルテット、石田、東、浜口、今だが半分ぐらいいねえような気がするんだけどね今はい、西森選手、音坂選手、ゴメス、後藤選手、山下選手、飯塚選手、そして石田選手ですね。はい、多分もう一枚なんかシリアルがあると思うんだけど、サイン2枚箱ってあるんですかね。今永選手、野川選手、東選手、多分これそうだろう。そうですね。お、ラミレス監督のブルーフレーム75-75、ラストナンバーですね。ラスナンですね。はい。おお、なるほど。山下選手、飯塚選手、75枚のラスナンは結構貴重かもしれない。あれひょっとしてもう何もねえかなこれ藤岡選手、綾部選手、浜口選手、ウィーランド選手、楠本選手、筒香選手、中川選手、細川選手、筒香選手、石川選手、エスコバー選手、カリーノ選手、残りは3パックですね。進藤選手、宮崎選手、関根選手、須田選手、伊能選手、そしてこれはキャッチアップ、上里選手ですね、今売り出し中の。はい、高川選手、エスコバー選手、高城選手、寺田選手、石田選手、そしてブルーフレームは梶谷選手。はい、ラストですよと。筒香選手、桜井選手、砂田選手、川選手、武藤選手、そして最後は柴田選手でしたね。はい、というわけで、なんか、くしくも、新旧外国人ステッケ、スケットボックスになってましたね。はい。インサートはブルーフレームが、4枚か。はい。
レフトハンドとキャッチアップが神里選手でレフトハンデッドスターテス罠石田選手、東選手、そしてこれがカルテット4枚選手、日本選手ですね。そしてブルーフレームが倉本選手、桑原選手、梶谷選手、そしてラミネス監督のCR75 の75のラスナンバー、そしてサインがウィーランド選手ですね。はい、50の46、まあ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 かなはい、個人的にはまあ外国人選手は結構好きなんで OK ですかね。はい、個人まあまあ悪くはないですね。はい、まあ次またベイスターズどうしようかな。ボックス来月一応ロッテのボックス買おうかなと思ってですよね。さすがにサイン欲しいんで、来月買って、確か6月にエポックからルーキー&スターズが出るんで、それ買えてこようかなと思ってます。はい。というわけで、今回は以上です。はい、ご視聴ありがとうございました。では。